こういうね、アメリカの慰安婦記念碑というものがこういっぱいある山本さんがまとめてくれたんですけれどもね、まあ見てわかる通り2010年の10月のね、ニュージーランド、これはニュージャージー州ですね、ここから始まって、まああちこち来ましてね、ここ今ここにあるわけですよね。しかしアメリカ人もなんかプライドとかないのかなと思いますが、韓国のね、いい加減のプロパガンダに手玉に取られてね、なんかこうやっていっぱい、まあ、うるさく言った方が勝ちっていうふうに正直なってしまってるので、やっぱりこれは日本人も声を上げなきゃっていうことで、まあ、本当にバージニアでも日本の現地の方に声を上げていただきたいんですけれども、あとやっぱりこれはね、何にしてもやっぱり政府にきちんと対応していただかないと、一般人の力では限界がありますので、もうオーストラリアのでもそうですし、カリフォルニアでもそうですし、領事館とかに訴えてもダメだから立ち上がったっていうようなところが正直あるんですよ。それで、まあ、政府はね、政治問題、外交問題にしないって言ってますけれども、これはもう邦人保護っていう観点で動いていただきたいってもう皆さんおっしゃってるんですね。でやっぱりその像とか記念品に書かれているものとか、それがあることによってもう精神的にね、もう身の安全とか安心がね、脅かされてるっていう、そういう状況ですので、何かが起こってからじゃね、もう遅いと思うんですよね。それによって怪我をしたとか、事件があったとか、もうその前にもう嫌なんですので、みんな嫌でもね、そういった反対運動一生懸命してますので、その法人の安全とか安心を守るっていう観点で、ぜひね、政治に動いていただきたいですね。これまた増えちゃったらね、嫌な人がどん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 日本人になって、ね、増えるし、わざわざそこに行きたくなくなっちゃうじゃないですか、日本人になってね、まあ、ちょっと興味で見に行きたいなとは思うにしろ、嫌じゃないですか。いや、これはもう日本人の尊厳、そうなんです、尊厳を傷つけられてるっていう意味ではね、やっぱり現在の政府がしかるべき対抗措置を取らないとね、そうなんです。これをずっとお面をこのかぶせられるっていうかね、だから歴史論争は歴史論争であっていいけれども、もう保護するっていうのは、日本人を守ってください、お願いします。日本人の尊厳を守ってください、そうですね、でちゃんと領事館や大使館としてその現地 の, そのきちんとその法人の調査をしてあげる、そのいじめとかなんかそういうものを、っていうことをね、ぜひやっていただきたいと私も思いますし、その現地で運動している方もおっしゃってました。結局日本政府が頑固断としてこうちゃんと守るっていうことを表明しないと、そうなんです、いじめられている子どもを持つお母さん方も声に出しにくいということですよね。結局自分たちでポツンと頑張るしかないっていうような状況に今なってますので、これはね、やっぱり本当に一般の人じゃ限界があります。ですから本当に国に動いていただきたいですね。まあ、火を立てること自体は別に違法でもないし、まあ、立てていいよと言われればそれは立っちゃうんでね、まあ、国が絡んでくれば別のところからカードが切れるじゃないですか、ODA 切るぞこの野郎とかね、下で蹴っ飛ばすこともできるわけで、やっぱり現場でね、正面戦闘をやってたってね、これは限界がありますよ。そうですね、どう考えても、先ほどね、山本さんおっしゃった通り、まあ、立つまでね、場所が分からない、それは当然ですよね。それは立てる方がどこにでも立てられるんだから、それは有利な戦いですよ。で抗議が来るからね、直前まで明かさないようにするとかね、抗議されるんだからは やがられてそうやね、立ってからね、それを壊せっていうのはこれは大変ですよ、これは難しいですよ。で、ね、現地の、ね、アメリカ人の普通のアメリカ人もね、こんなものいらないって話したら言うそうですよ、わざわざね、だからいらないんだから、もう。で韓国の人もね、イメージ悪くなりますよ、これアメリカでも、日本人だってもう怒ってるのでね、これ韓国のためにも全然ならないと思うんですよね。墓穴掘ってますよ。そうなんですよ。だって停滞期を今ベトナムのね、大隊犯のこと言ってますよ、ますみたいですね。じゃあアメリカに大隊犯の日立てる活動するんでしょう、していただきたいですけれども、してほしいですよ ね。その時韓国政府どうするんだと、今まで停滞期を自国内で泳がせて利用して、結局飼い犬に手を噛まれる形に なるわけですよ ね、早く気づいていただきたいですけれども、チャンネル登録もよろしくお願いします。